はい、皆さんお疲れです。ドラゴンです。今回はですね、ベジータの方を前回の動画で、引くことができたと報告させていただきました。まああれね、ちょっとね、動画外だったんで撮っとけばよかったなと思ったんですけど、引いた瞬間っていうのはね、たまたま出たんでね、本当に良かったと思うんですけどね。でそのベジータをちょっと検証していきたいなと、使用感を見ていきたいなと思って、ちょっと動画を撮ってみました。こんな感じでちょっと開きますね。ベジータのケーブル、そちらの方のバトルロードを回ろうと思って、やっています。でメンツはこんな感じですね。まずリーダーは もちろんベジータのケーブルのリーダーの、フォーベジータですね。であとはこのスーパーサイヤ人2ベジータ、これ魔人ベジータになりますね。ディフェンスも結構高いしね、残り HP 少ないほどディフェンスが硬くなるというキャラクターではあるんですけど、まあやっぱりね、壁要員がね、いるんですよ。特に壁要員となるのはこのベジータ、3ベジータですね。登場から10ターンの間、受けるダメージ8割軽減なんで、これはね、完全に、バトルの申し子です。はい。で、あとは、この魔人ベジータですね。このベジータも、キラマ変換ありますし、あとはね、キラマ依存にはなるんですけど、ディフェンスもしっかり上げることができますというところですね。で孫悟空の系譜のキャラクター中心なんで、今回のこのベジータの系譜ステージが。なので、そういったキャラクターでいきたいなと。であとはこの、僕通称運行座りベジータと呼んでるんですけどこのベジータですね。はい。一応、ディフェンスも、しっかり上げることができるというところで、まあ、あとは火力もね、十分あるんですよ。極限して強くなりましたね、このベジータと。これです、はい、この主役です今回の。まあ一応ね、ディフェンス性能が非常に素晴らしいんですよ、このベジータなので、しっかりと、このベジータを、まあ、攻撃を受けさせればね、ダメージ軽減つけてくれるので、まあめちゃくちゃ強いと思います。それではやっていきましょう。レディーゴー。はい、じゃあこれで、どうやっていこうかな、まあ、まずはやっぱディフェンスがしっかりね、上がってないうちは、ね、しっかり軽減をまずつけましょう。軽減をつけて先手を取りましょうって感じで、はい。でまあもう単純に左側の敵からね、僕は倒していくようにしてますけどね。はい、こんな感じで。これ必殺とかね、結構強いから、油断しとったらいかんからね。おっしゃー、開始入ったしかも。でけえぞ、これ。今のね、見切り上げたい。なので、まあ、それこそ、ね、属性遊戯とかやったら、もう本当に削られるの早いし、しっかりと、ね、早めに手を打っとかないと。開始きた。よっしゃー、でけえ、これでけえぞ。もう本当にバトロのキャラクターっていうのはもう火力がすごいので、ダメージ量すごいんで、本当に早めに手を打っとかんとやられちゃいます。満帆でもう必殺とか連チャンとかザラに打ってくるからね、本当に注意しとかんといかんと思います。でこの時は、3ベジータおる時は3ベジータを先頭に置きます。あ、でもキャラ数多いのはこっちだからこうかな。うん、でこれかな、これでいこう。よし。でなるべく3-4ベジータに、必殺は打たしたいので、こんな感じでやっていきます。はい、さあなんとか削れるか。まだ主役は登場しないからですね。はい、こんだけ削りますよ。この3ベジータマジ優秀ですから。これ必殺打たれたとしても全然食らわないです。ほら、強いんですよ、この3ベジータ。強いんですよ。なので10ターンのうちになんとか仕留めたいですね。もう早期決着を、はい、なんとかしたいです。はい、来ました、登場です。まあ、ひとまずこの並びかな。うん、これがいいかな。あー、まあでも気力のたまりがちょっと悪いからね。あー、くそー、俺下手えな、やっぱ
血玉組下手くそなんで僕すいません、必殺打点やった。いた、ちょっとへぐりましたね。なんとか踏ん張ってほしいですけど、アイテムの効果が切れちゃったんで、ちょっと HP 調整したいです。よし、一人仕留めた。これで流れはね、まあ、理想的にはね3回バトルあるんですけど、3回のうちに1回復アイテム、そして1防御アップアイテムっていうところでいいのかなと。はい、でこの時削られたので、ハッチャンドを使いますか。で、ここで3ベジータ、もうほんと石橋を叩いて当たりますよ。こんな感じでしっかりと受けて、で流すと、まあ、それこそね、あの各カテゴリー、あの防御高いキャラクターって結構いると思うんで、あのダメージ軽減キャラとかね、まあ、そういったところがねバトルロードでは結構重要になってくる、そういう風に思いますね。本当の戦いはこれからだ、はい、今の俺は誰にも止められない。これはね容赦なく打ちます。ファイナルシャイン。まだ引くの。かっけえねこれ。よっしゃー、いいねー。これはアクティブスキル2回でいけそうやから、ちょっと回復で。回復して。はい。おー、行きましょうか。これですよ、ファイナルエクスプロージョン。かっこいいよねこれ、激アツですよ。うわ、かっけー。よっしゃ、 KO。 はい、第一ステージ突破で、今のファイナルエクスプロージョンが全体攻撃なんですよ。なのでバトルロードではめちゃくちゃ使えると思います、あのアクティブスキルは。はい、でここでファイヤードラゴン使っておきましょうか。最初に、防御を固めて、そこから、攻めるという感じでございます。で気絶をね入れておきたいんですよね。なので悟空に気絶を入れましょうか。ちょっとまだね戦況がちょっとわからないので、ひとまずここに攻撃をして、まあワンパンで仕留めることはないと思うんで、まずないんで、それは耐えてくると思う。はい、気絶入った。よし、オッケー。そのこのベジータっていうのは気絶もね持ってるからね、めちゃくちゃ強いんですよ。はい、耐えろ。うわー、14万くるね、結構きつい。であれがね、ウィスとかハイヤー使ってなかったら20万30万くるからね。だからね、もうほんと今のうちに回復しておこう。はい、蛇姫ちょっと削られたから、まあ、で毒感ゲージが溜まりつつあるんで、まあそのところで、毒感モードにしていくという感じでございます。でちょっとこれは、なるほどですね。どうしましょうか。あー、ちょっと属性不利やな。これでいいか、これでいこう。ベジータにとにかく必殺を出すね。で気絶してるんで、悟空の方はなので、とりあえずスルーでいいと思います。はい、でこれでちょっとね次がね難問なんだよね。ファイヤーウイス、ファイヤーとウイスどっち使ったか忘れたけど、それの効果が切れちゃうんで。はい、さっき来ましたね。返せや、返せや、必殺。はい、ファイヤーフラッシュ、OK。 はい、でちょっとゲージ溜まってきました。まあでね、ここでちょっとベジータの防御性能見ていこうかと思います。こんだけちょっとあえて技を受けさせて、ちょっと防御性能どんなもんか。まあちょっと気絶が止まったんで、こっち側をちょっと攻撃してみましょうか。はい、でどうしましょうか。これでこのままいいか。
そのまま行こうか。はい、さあ防御性の必殺打ってきます。相手どんなもんか。おい、今のはね、それこそ防御サポートアイテム使ってなくてあれです。強いです。はい、マジで強いです。これはいやー、防御性能だったら多分、身勝手はそれこそね、怪異がある分防御が高くないんですよ。でベジータの場合は防御とか結構防御に結構集中してると思うんで、で連撃もかませたらね、結構上等だと思いますよ。はい、まあそれこそとつってるベジータとかやったらね、まだ強いと思うけど、で連撃したら確か追撃必殺で回収確定っていうのが言われてたんで、そう言ってみたらめちゃくちゃ強い。誰にも止められんぞ。相当強いと思いますこのベジータは。マジで。はい、サクサクとちょっと、アクティブスキルを打っていきたい。これからだ。今のモーションが長いからね。止められんぞ。ファイナルシャイン。アタック。あ、でもこのメンツはちょっとね、防御的にはあんまり変えないなという感じですね。この3人は。はい。で、ちょっとこれでこのまま行きましょうかね。ちょっと。はい。このまま行きます。で、これをちょっと間開けて、ドッカンボード入ってくれんかね。入らんかー。きちいな。うわ、やべ。必殺来たらやべえな。返せよ、必殺。なんとかしのぎたい、このまま。削れ、削れ。よっしゃ、来た。これ勝った。これは削れましたね。いいでしょ。よし、オッケー。うん。でもね、ベジータの強さ際立ってると思うんですよ。はい。で、ここでも、しっかりウィースを使っていきます。で、ちょっとね、回復します。怖いんで。はい。先手必勝でいきましょう。で、これで、うん。スリーベジータで受けましょうか。とりあえず。で、ちょっとどこを開けていこうかな。ここ開けよう。よし、通った。ドッカンモードベジータ多いね。さあ、いい店は。本気を見せてる。この8割減にね、防御アイテム使ってたらモニーカナゴだよ。やべ、しくった。いかんいかんいかん、これ下手くせ。今のはいかん。で、これ全体攻撃だって。で、これ超必殺じゃないんで、これどのぐらいいくのか。火力です。火力検証でしょ。さあ、全体攻撃ですよ。うわー、回心198万。えぐい、えぐいです。はい。じゃあちょっとね、左側の、ご飯御殿を仕留めに行きましょうか。はい。この場合はですね、こうしようか。せっかくやけ。ちょっと回復も入れたいんで。あ、回復しとか、ドッカンモードやったんですよ。オッケーオッケー。よし。これで、とりあえず。お願いします。ちょっと防御アイテム使ってないから、ね、今怖いところあるんだけど。よっしゃ、ナイス回避、ナイス回避。やっぱ回避重要だね、本当に。さあ、マベジの防御性能、おお、やっぱいいですね。素晴らしい。はい、じゃあ、ここでこの防御鉄壁コンビに行ってもらいましょうか。おっしゃー、通った。超飛行けんな。でも超飛行けん。
この防御は硬いところではね、防御アイテムはなかなか使いたくないんで。はい、さあ必殺でどこまでいけるか。回心出ろ。出ねえか。よし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 、こういう受ければ受けるほどもね、防御上がってきてますからね、ベジータ君は。よっしゃー、ここで、はい、来た。必殺返しましたね、これ。よし、オッケー。はい、で、最後のアイテムを使いますと。本当の戦いはこれからだ。今の俺は誰にも止められんぞ。これファイナルシャインアタックと。まずはこのフォーベジータのアクティブスキルはね、回転が速いんですぐ出てくれるんで、めちゃめちゃ使いやすいと思います。ここはちょっとディフェンスは、あ、ほほーベジーすごいな。あ、でもそれよりうんこ座りベジータの方がまだいいから、うん、これでいこうか。はい、キダマがね、なんかこういう難しいステージにだけ戦いにくい、なんか補正しそうかもわからんね、もしかしたら。こういう難しいステージであればあるほどキダマが繋がりにくくしてるとはとかもね、ドッカンバトルあるあるであるかもしれないです。さあ、超必殺打った後はね、もうまた、それこそディフェンス上がるんで硬くはないです。はい、でこっちのブランカ入った。ファイナルエクスプロシブ、エクスプロシブ入ってる。マジかって身勝手も欲しいけど、ベジータ引けばよかった本当に。今のところはマジで強いです。でここでちょっともう一回防御性能を確かめましょう。で超必殺打ってもらって、できれば締めてもらって、ここで、はい、必殺打ってきます。やってこい。 OK、 よく抑えた、こらえましたよ。しっかり受け止めた。よしよしよし、いいっすね。まあそれこそね、もう防御性能がね、あれだけ良くて、今みたいなね火力が出てくれたら十分だと思いますよ。ほんと十二分ですよ。本当の戦いはこれからだ。十二分に戦います。今の俺は誰にも止められんぞ。ここで鬼滅が入って、ファイナルシャイン、アクティブスキル、はい、いいですね。安定して戦えると思います、このパーティー。おすすめです。で最後はちょっと、ベジータにしてみますね、はい、というところで、バトル回ってきましたが、無事クリアというところで、まああのね、もう見ても分かるように強いです、はっきり言って。で、全体攻撃あるんですけど、まあ発動のタイミングはね、結構遅いっちゃ遅いんで、それこそですね、展開地とかでは使えないのかなと思います。で、今みたいな、こういうベジタゲームの分とか、カテゴリーが合うところで、バトルロードで使っていくといいのかなと思います。まあもちろんね、他のステージでもね、あのベジタ君は、めちゃめちゃ使えると思うんで、皆さんも弾けた方はですね、ぜひとも育てて使ってみてください。はい、では今回の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。